はい、パズル18です。ラングレーの問題というのがあって、この X を求めようという有名な図形問題がありますが、正十八角形であります。で、これを いろんな方法で解いておりますが、僕が見つけた一番簡単な方法が、正十八角形を書いて、一個一個の辺に対する円周角は、10度ずつになるんで、例えばここはここで20度。ここの角度は1、2、3、4、5、6、60度。ここは30度。1、2、3、4、5、7、50度ということで、見た瞬間にここが30度とわかります。というもので、絵を描いた瞬間に、ラングレーの問題が解けたというものでありました。ちなみに、この座標は、ソルブブロックを使って、この直線の方程式で解くと。それから、ネット上にある答えは多分、ここにラングレーの問題があって、確かに、6個の60度と3個の30度なんで、60度から30度を引いたこの角度は30度ですよってことが、ここでもわかると思います。でもどうせ、ここに見つけるよりは、この大きいのに見つけた方がいいんじゃないかっていうのが、ラングレーの問題に対する回答であります。はい、以上です。